場所発見。なんか木がたくさんあるわね。む、止まった。ログジャムウッドワークスという場所みたいですね。ここにいたらすぐに木が集まりそう。絶対に集まるわ。ですが武器とかは少なそうですね。初めに来る場所ではなさそう。でも私以外誰も降りてなさそうだし、ゆっくり探索できそうね。この小石みたいのめちゃくちゃキノコに見えるんだけど、シールド回復するキノコですか？そうそう。全然見えないけど、目が腐ってるかもしれないわね。何よその目は。いや、なんでもないわ。木材がもう200以上集まってるわ。そういえばさっきあの屋根にレアの武器があったような。結構大きい建物ね。宝箱が3つくらいありそうだわ。確かここら辺に、お、あったあった。バーストアサルトライフルのレアね。む、降りてるの私だけかと思ってたけど、なんか音が聞こえるわね。どうやらもう一人降りてたみたいです。倒しに行くの？当然、上も取ってるし、ショットガンも見つけたし、最低限の装備は整ってますね。ここの壁を壊してと。敵の姿が見えたわ。お嬢様ショットガンからのバーストアサルトライフルで倒しました。ブーイージー。あの敵何もできなかったわね。今のは人間だったかしら。どうでしょうか。あの敵はこの宝箱を開けようとしてたみたいね。シールドが一気に100増えるアイテム来い。シールド回復アイテムすら来ませんでしたね。まあいいわ。場所は変わって森。すでに木が大量に。今の建築の音がしたわ。敵がいましたね。こっちに向かってきてるわよ。ここは一発スナイパーライフルで、外れましたね。その後のバーストアサルトライフルも一発も当たってないわ。ちょっと待て、どこに行くつもりよ。ダメだ、人間味を感じられない。もしかしてまたボットとかいう奴らしかいないマッチに入れられたのか。普通の試合でもボットが混ざってるみたいですよ。人間と CPU がいるのね。うん、あれは。トマトとバーガー。ほんとね、トマトとバーガーだわ。お前たちどうしてこんな姿に、さびれているというか苔が生えてというかなんというか。トマト、バーガー対戦の後ね。勝手に変な対戦作るんじゃないわよ。これは仲良くやってたところなのか、それとも戦ってこうなったのか。昨夜までおかしくなるんじゃないわよ。戦うも何もこれはただの鉄でしょ。トマトとバーガーは生きてるのよ。生きてないわよ。いや、生きてたのよ。泣くんじゃないわよ。トマトもバーガーもひどい姿になってしまいました。トマトとバーガーは過去のものになってしまったのか。キャプターにはトマトとバーガーみたいな奴ら新たに出てくるのかしら。やめろ、勝手にトマトとバーガーを殺すな。もうトマトもバーガーもバナナも時代遅れよ。くぅ、どうしてこんなことになってしまったのかしら。シールド回復のキノコがありますね。これとあの石どうやって間違えるのよ。少し似てるでしょ。いや、全然。腹立つわ。あれ、そういえばポンプショットガンからタクティカルショットガンに持ち替えたんですね。どうやら今はポンプショットガンよりタクティカルショットガンの方が強いらしい。ま、よく知らないけど。エピックのタクティカルショットガン強そう。とりあえず今回はこれで行ってみるわ。あそこにシールドポーションが落ちてる。あのシールドポーションは喉から手が出るほど欲しい。だけど、怪しすぎない。罠かなんかだと勘ぐっちゃうわ。ほら、あの敵とかが狙ってるかも。普通に走ってますが。狙ってる気配なんてみじんもないわね。とりあえずこれ飲んでおくわ。これでシールドが100になりますね。うわ。っていうかこれスタック3つもあるじゃない？本当ね。これは、もしかしたら途中で落ちてしまったのかもしれませんよ。カラカラ、違いますよ。ゲームが切断されたということですよ。あ、そういうことね。確かにその可能性が一番高そうだわ。あ、サバイバーメダルアップグレードだわ。残る敵が24人です。目の前に敵がいるわ。走ってるわね。目の前の家を漁っていたのでしょうか。じっくり狙って。いつまで覗いてるのよ。ここよ。なんであれだけ狙って外すの？スナイパーライフルって狙いすぎると外れる気がする。そんなことないわ。さっきの敵全然狙ってなくても外してたから。お姉様は単純にスナイパーライフルが下手なのよ。あの敵、こっちに戻ってきますよ。よし、こうなったらもう一発ズドンと。って、建築するんじゃないわよ。これは建築をするゲームよ。上を取られてしまいましたね。取られちゃったわ。すぐに取り戻す動きをするお姉様。ふっ、ロケットランチャー撃ってきたわ。ですが上は取り返せましたね。はい、ズドン。ショットガンが頭に当たって92ダメージ。この敵、結構いい武器持ってるわね。ロケットランチャーにレジェンドのサブマシンガンまで。どうするか、レジェンドのサブマシンガン持った方がいいかしら。そうした場合捨てるのはミニシールドポーションですか。そうなるわね。悩みどころだわ。持っておいた方がいいんじゃない。まあ持ってても結局撃てないと思うけど。何を、お嬢様ミニシールドポーションを捨ててサブマシンガンを持ちました。どうやら向こうで戦闘が起こってるみたいね。これは、ジョフノリの予感がする。ほんと、すぐそれなんだから。仕方ないじゃない、敵同士が戦ってるんだから。結果的にジョフノリになってしまうのよ。私が狙ってやってるわけじゃないわ。建築バトルが繰り広げられてるわ。一人はもうシールドがないわね。さすがにシールドある方が勝つかしら。どうでしょうかね。もう少し近づかないとダメだわ。ロケットランチャーも一発撃っておこうかしら。なんかロケットランチャーの弾がすごくゆっくりに見える。こんなに遅かったっけ。こんなもんでしょ。お嬢様徐々に近づいていきます。敵は多分お姉様の存在には気づいてるけど、目の前の敵で警戒する余裕がないわね。二人とも私が倒しちゃおうかしら。ロケットランチャーでダブルキルできたら一番楽ですね。ロケットランチャー、発射。さすがに当たらなさそう。壁で防がれましたね。今ので倒した気になってたんだけど私。ちょっと、何後退してるのよ。いやいや、右上を見なさい。嵐ももう迫ってきてるのよ。あ、本当ですね。しかもアンチまで結構距離があるわ。さっさと行動しないと嵐で死にそうね。お、ここでどうやら一人倒れたみたい。ダブルキルができなくなってしまったわ。あ、まさかのバーストアサルトライフルヘッドショット一発で終わり。敵からしたらなかなか悔しいですね。回復もあったのに、ひどいわお姉様。ここは戦場、一瞬の引き出しを生むのよ。ロケットガンがあるわ。これでロケットランチャーが6発撃てます。
そういえば、このシーズンになってからキーの配置とかがリセットされたって話聞いたけど、お姉様だから一番最初の時戸惑ってたの。え、違うわよ。設定は前やってた時と一緒、ただ私が忘れただけ。はぁ、そのため息は何よ。いや、ただ、はぁ、と思ってね。なんなのよ。この先から銃声が聞こえる。下で撃ち合ってますね。だけど少し遠いわね。しかも向こうはアンチ入ってるし、このすぐ下からも銃声が聞こえますよ。まずはそっちから倒すことにするわ。あ、いた。ボットか人間か、あなたはどっちかしら。お嬢様バースト当たるとライフルで撃っていきます。瞬殺だったからわからないわね。ですがあの距離撃ち合ってたということは人間なのでは。エピックのポンプショットガンあるわよ。ダメダメ、今回はもうこのタクティカルショットガンで行くって決めたのよ。もう資材がほとんどマックスですね。資材集めなくていいって楽。あ、敵だわ。撃たれてるのに何もせずにこっちに向かってくるわ。ボットよ、あれはボットだわ、間違いない。動きが明らかにおかしいわ。建築も全くしようとしてませんでしたからね。ただ倒されに来る悲しいボット。そもそもなんでボットなんているの。それについて少し調べてきました。どこかに書いてあったの。ボットのことが出てきたのは多分ですが一月以上前の記事でした。フォートナイトはスキルレベルの近い相手と対戦する機会が増えることを目標としてるみたいで。自分の腕が上がるにつれて敵も強くなっていくってやつね。だから一番最初はボットを入れたのでしょう。ボットの説明文はこうです。次のシーズンではフォートナイトにボットを追加します。シーズン10の時に書かれた文なので次のシーズンはこのシーズンチャプター2を指しています。今のも多分ボットだったわね。ボットは通常のプレイヤーと同じような動きをするためプレイヤーがスキルを伸ばす手助けとなるでしょう。またボットは新しいマッチメイキングシステムと連動しますので実力が上がるとともに対戦するボットの数は減ります。ボットは競技イベントのプレイリストには登場しませんということです。通常のプレイヤーとは全くかけ離れた動きをしてると思うんだけど。そこの調整はなかなか難しそうね。あまりに強くしすぎてもあれですしね。オートエイムみたいなやつが出てくるかもね。公式公認チートになるわ。人間対ボットの戦いになりますね。それはそれで面白そうだわ。ちなみに公式はボットは乗り物を使用できますか、ボットは90度建築をできますかという問いに対してまだできませんが、ボットにどこまでさせられるかを長期的に検討していくつもりですという返答をしています。なるほどね。シーズン14くらいには最強ボットができてるかも。あれ、というかこのシーズンってシーズン11って数えるの。多分違うわ。公式で11という数字は見てませんね。チャプター2としか書かれてないから、今はチャプター2のシーズン1なんじゃない。ま、わからないけど。あ、ボルトアクションスナイパーライフルが出てきましたよ。補給物資からエピックの武器出てたっけ。なんか長い時間やってなかったから本当に色々疑問が出てくるわね。昔は出なかった気がしますが今は出るってことね。お、もう最後の一人だわ。いつの間にかほとんどが消えてたわ。さすがに最後の一人は人間みたいですね。結構撃たれてるわね。シールドポーションの2回のみ全然飲ませてくれないわ。もうすぐ次のアンチが決まります。ち、入らなかったわ。敵はギリギリ入ってるかしら。どうかしらね。入ってないなら移動してくると思うけど。ロケットランチャーを一発入れておく。で、すでに移動している。もうこっちにかなり近づいてきていましたね。落とすしかないわ。今のロケットランチャーで落ちたわね。すぐに近づいてきたわ。うわ、これトラックで殺されるやつだわ。ちょっと、なんで串刺しになってくれないのよ。せっかくチャプター2発の串刺しが見れると思ったのに。あれ150ダメージも食らうのよ。食らえないわよ。完全に上を取られてしまいました。ならばささっと取り返すのに。資材は十分にあるからね。大量に使ってやるわ。敵がついてくると思いましたが、ついてきてませんね。なんで下にいるのかしら。少し落下ダメージを食らったお姉様。体力回復のアイテムは持ってないから気をつけないと。敵の姿が見えました。編集で穴を開けてきたわ。あ、この距離でも46ダメージ入るのね。結構ダメージ入るのね。お嬢様、嵐が動き始めてるのでもうそろそろ移動した方がいいのでは。落ち着きなさい、まずは回復よ。シールドポーションを飲むお姉様。これでシールドが96か。あ、飲まれる。急いで嵐の外に。敵はもう動き出しています。かなり下にいるわね。っていうか地面に立ってるじゃない。随分早く降りたわね。お嬢様も徐々に下に降りていきます。ここからならダメージ食らわない。敵がしっかり見てたわね。そんなに撃ってくるんじゃないわよ。上の有利を生かせるかお嬢様。ロケットランチャーリロードしてなかったわ。チャプター2になってまだ緑のロケットランチャーしか見てないけど、タノレアドのロケットランチャーって存在してるの。エピックはあると思うわ。私見た気がするもの。ロケットランチャーの一撃で敵が丸見えに。もしかして資材なくなった。いや、全然あるみたいよ。でもお嬢様より持ってるとは思えませんね。もうそろそろ次のアンチが決まるわよ。まだ全て縮小する大きさじゃないわね。ですね。敵はあそこで回復でもしてるのかしら。そんなことは私が許さない。サブマシンガンでシールドに16のダメージを与えました。この距離ならサブマシンガンで全然いけそうね。お姉様サブマシンガンなんじゃ。シールドが割れてさらにヘッドショットまで入りました。ロケットランチャー発射。当たらなかったわね。体力が低いうちに肩をつける。もうミニシールドポーションくらい飲んでそうだけどね。それでもシールドは50、いける。お嬢様突っ込むみたいです。敵がいたわ。ふふ、どこに逃げようというのかしら。あ、ショットガン撃とうと思ったのにアサルトライフルに切り替えちゃったわ。横からの強弾。お嬢様の体力が一気に減ったわ。そして残り体力5。まずい、負ける。っていうかこれタクティカルショットガンか。今さら何言ってるの。連射できること忘れたわ。なんとか勝ちましたね。ふん、ギリギリで勝ったけど。ブーリー。久しぶりに低音どんどんでも言っておく。って、なんだか押せないわ。うるさくならなくてよかった。まあいいわ、今回はこれで終わり。それじゃあね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。
最後にチャンネル登録、高評価、コメント気軽によろしくお願いします。それではまた次の動画で。